かわいい。でね、アウトゾーン、ここ持つの、アウトゾーン。首がね、ここまで来て、こう噛まれます。へぇ、うん、ここ持ってある。持っていいのはね、ここ、ここ。へぇ、ここね。だったらもうどうやっても噛まれない。今首伸びてるので、あ、もうめっちゃ伸ばしてますね。この辺までね、で届くんですよ。で、初めに首を落とす。でそしたら血が出るので、お酒で受ける。で、ここから血が固まっていくんで、スピード勝負なんですけど、ね、ここの甲羅、ここからこうやって外していくんですけど、ここのね、軟骨がね、こういう風にあって、この辺まで軟骨があるんですよ。だから、こういう風に切ってたら、ここで、まず当たるので、ここから、こういう風に避けて、で、また下、やっていくと、ここが取れます。ここがね、素人さん残すんですよね。ここに骨がある。これを、こういう風に避けてあげて、渡すと、皮が取れます。で、行きましょうか。今、セーフティーゾーンをこうやって持ってると、元気なやつだったら首伸ばして威嚇してくるので、首が伸びきったタイミング狙って、首を押さえてあげる。まだ入る。もしくはね、こういう布をかましてあげて、なかなかやんないときは、こう、うん。で、絶対この左手はね、噛まれないので、どうやっても。あれ、結構近づいてる。こうやって伸ばしてあげて、伸ばしたところで首を掴む。こうね。うん。これで落としてるんですけど、そしたら血が出てくるんで、ちゃんと血がすぐにお酒で受けてくれるように。で、他のところに飛び散ったこういう水滴はね、もう凝固して固まっちゃうんで、舌触り悪くなるんで、無理に入れない方がいいです。もうお酒に直で入るようにしてあげないと、まあ、しっかりとこう揺らしながら、血を攪拌しながら固まらないように。あ、これで OK です。頭はとりあえずね、こんな鍋だけ入れちゃう。で、こっからさばいていきますよ。ですから行こうか。で、さっき言った通り、このまま行くとここに骨があるので、これをこっちに旋回して避けていきますよ。ね、ここで入るでしょ。そしたらまたここで戻る。で、内臓が中にあるんで、ここをこう切っていくだけ。中の方の内臓を傷つけないように、ぐるっと一周、この甲羅のね、上っ面を切っていくような感じで、血がちょっと多く出てきたなと思ったら、また落としてあげて、まずここで骨を避けてあげて、でまた中に戻ってあげると取れます。これでね、だいたいベリッと取れてくるので、まだくっついて残ってるところはちょっと包丁で切りながら、で甲羅の上についてるやつをこう
貝柱を削ぐような感じで、牡蠣のね貝柱を削いであげるような感じで、この甲羅に沿って上についてるところを落としてってあげると取れます。まあ、僕もこれねちょっと久しぶりなんでだいぶ手際が悪いですけど、上手な人はねサクサクサクやっちゃいますよね。まあ、すっぽん料理屋さんじゃないんでそこまで上手ではないですけど、ここちょっと首根っこがくっついてるんで、ここハサミでやると取れやすいです。ここからもうベリッともいでやる感じで、この辺の膜を包丁かハサミで切りながらいくといい感じでね取れていきます。まだね、ちょっとこれ反射運動で足が、ね、動くんですよ。まだもがいて、まあ、痛覚はないんでね、あの痛いっていうふうに思わないんで、そこはもうかわいそうではないんだなという認識でやってもらえたらいいなとは思うんですけど、ちょっとここが硬いんでここの部分をバチッと落とすような感じですね。でここで皮まで到達するんでここで落としてあげてください。かなり切れやすいのに細胞バサミなんかがねいいとは思うんですけど、ここまでいったらね、あと結構簡単です。で、気をつけたいのがここ、これこのゼリー質のタプンタプンしてるところとこの腸、これ何かって言ったら大腸と、でこれおしっこなので、これ絶対にさばくときに破かないこと。だから初めに包丁入れたときにあんまりね奥の方までハサミを突っ込まなかったのは、これ破いちゃうと尿漏れして大変なので、それでちょっと慎重にやっていたわけです。これね、はい、大腸と尿は切除しました。で、他のところがこの黄色いやつはね卵巣です。これ直接食べれます。生のまま食べちゃいます。血がしっかりついてるんで、大体まあ白ワインか辛口の日本酒でね洗ってあげてください。そっちのボトルをビシャッとかけてもらって、あ、急ぐんでちょっと次の工程いきますけど、これ肝臓ね、肝臓レバーで、このレバーの下から出てくるのがこれが心臓、心臓まだ動いてます、ドクドク動いてます。あれね、うん、これもできればねもう今すぐこれペロッと飲み込んで食べてあげるのが僕一番すっぽんにとっていいんじゃないかなと思います。あのもう心臓なんでね、あの生で食べても全然、さっきまで生きてたやつだったら全然平気です。で、寄生虫とかもいませんし、で、レバーの下にこの緑色の濃い丸があるんですけど、これ胆のうって言って、これね割っちゃうとすっごい苦い分泌液が出るので、これ絶対に割らないように、だから尿以上にこっちの方がね割っちゃうと大変なことになっちゃいます。胆のうねすごく苦い、熊のね、熊の胆のうも同じような色でね、同じようなものがあって、それ食べたらなんかがんにいいとかなんとかっていう、すごくね栄養がたくさんあるんですけど、まあ、大体この腸と
腸と胆のは外します。でレバーはこっちがね、卵巣と心臓とレバー、これ新鮮なうちに血が固まらないようにお酒につけて固めてあげる。で大体説明すると、ここの黒い綿のようなふかふかしたやつがついてるんですけど、これ肺、食べれなくはないですよ。うん、食べられます。これも肺ね、両方に人間と一緒で両側についてます。食べられなくはないんですけど、まあそんなに美味しくもないし、食感もそんなにいいわけじゃないんで、どうだろうな、まあ食べたり食べなかったりですよ。牛だってあのフックって言ったりね、あの肺食べる人もいれば捨てる人もいます。あんまり食べる人はいないです、ね、これ裏側です。でこれが後ろ足と前足の、まあもも肉ですよね。で、こっちが前足か、こっちが前足だ。先に首の肉をね落としますよ。首の肉 V ネックみたいに V ってやったら非常に落としやすいです。で大体ね、まあ、包丁とハサミと交互に使いながら、どっちの刃だったら入りやすいかななんてね、試しながらやるとねいいんじゃないかなと思います。首の肉で、これレバーちょっと残ってた、レバーの端っこで、これはね脂肪分で、これが赤身になるんで、まあ、脂肪分と赤身一緒にね、唐揚げとかねお刺身なんかいけますよ。でこうここから落としたら、下が皮なんで、この皮からもも皮に肉が残んないように、こういう感じ、これお魚と一緒です。こうそぎながら落としてあげる。こっちに赤身残しても意味ないので、こういう感じね、足、これ唐揚げにしたり、お刺身にしたらむちゃくちゃ美味しいです。で、まあ、亀の中で一番その肉の塊が一番大きく取れる部位がここのももの部位になるので、だからまあお刺身にするんだったらここが一番簡単ですよね。多分もうすっぽん普段さばいてる方がこの映像見たら、ちょっと血が出すぎじゃないかってちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、喋らずに集中してやらせてもらったらもうちょっと綺麗にできるんですけどね。で、生けすで長く飼ってるようなやつだったら全然あの腸とかでも、そこまで汚くないので、一緒に鍋とかだったらね、一緒に調理しても大丈夫ですよ。ただまあ川だか沼だかどこかわかんないけどっていうやつはちょっと気をつけた方がいいかなと思うので、はい。で後ろ足はね、ちょっと外すの難しいんで、これ両方一緒に取っちゃいます。こんな感じでね、下のお肉を気にしてあげながら削いであげる。はい、お粗末様でした。まあ、こんな感じでね、部位で分けられます。2つも分けたら、この辺はガチッと割ってもらったら、これで
足が4本これで取れていきます。あと皮取っていくんですけど、皮は熱湯にくぐらせて皮を取っていきますよ。でちょっと赤身残ってたら、まあこうやってね、中身、うん、これが赤身です。これ生でも食べられます。